はい、どうも皆さんこんにちは、ブレツアスです。本日は乃木坂的フラクタルというゲームを、まあ、リリースの開始日が、まあ、予定日って言った方がいいかな、リリースの予定日が決定いたしましたので、そちらに伴いまして、このゲームはどういったゲームなのか、それから、どういうことができるゲームなのかというのをご説明していきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでこちら乃木坂的フラクタルというゲームなんですけども、はい、まあ、乃木坂46のゲームとなっております。はい、まあ、今回、こちらのゲームなんですけど、まあ、過去に乃木坂46といえば、恋愛シミュレーションゲームであったりだとか、リズムゲームであったりで、今はサービス終了してしまったんですけど、少しあの物語系のアドベンチャーゲームっていうのが、過去にあったと思います。で、今回はそのどれでもなく新しいジャンルの、ゲームとなっております。さあ見ていきましょう。はい、ということで、そういうのはですね、こちらの公式ツイッターさんを見た方が結構わかりやすいかなと思っていろいろ説明したいと思います。はい、まずこちらですね、乃木坂的フラクタル、なんですけども、アップストアおよび Google プレイで事前予約が始まりましたと。はい、正式サービス開始前にぜひご予約をお願いしますということで、こちらをですね、クリックしていただくと、はい、こういう風な画面が出てきまして、2021年8月12日にリリース、予定日となっております。ということで、まあ、ちょっとここの文章がね、皆さん見えないと思うので軽く、僕がご説明いたしますと、はい、この乃木フラというゲームはですね、あなた自身がプロデューサーとして歴代の衣装や楽曲をライブとして行い、メンバーの成長などのプロデュースを、通してあなただけの乃木坂46を作ることができるゲームですっていう風なもので、まあこれを聞くと何のこっちゃっていう風な感じで思われるかもしれないんですけど、結構わかりやすく言うと、もう自分好みに乃木坂を動かすことができるっていう風な感じがこのゲームの醍醐味なのかなと思っております。はい、まずそれにはプロデュースとライブというものがあります。ライブが舞台になり編成したメンバーでパフォーマンスを競い合う、ライブでの経験値が手に入れランクアップしようというふうな感じでありまして、まあ、それがユーザーレベルであったりだとか、あとはメンバーとの親密度って言ったら変ですけど、まあ、そういったものになってくるのかなと思います。乃木フラのゲーム紹介、プロデュースですね、こちらが先ほど、言った通り、プロデュースはライブを舞台に編成したメンバーで競い合うアピール合戦ですというふうな感じであります。まあ、これがおそらく乃木フラの結構メインのゲームシステムになってくるのかなという風な感じでして、ライブの成功だとか、メンバーの頑張りだとか、まあ、好きなメンバーだったりとか好きな衣装で自分好みのライブができるっていう風な感じですね。で、それで、ライブ自体に、まあ、なんていうのかな、成功度とかスコアとかそういったものがあるので、そのスコアを叩き出してそのステージをクリアするっていうのがこのゲームのどんどんクリアしていく方法だと思います。まあ、ここら辺は出ていないので予想にはなってしまうんですけど、おそらくストーリーっていうのがありまして、でそのストーリーが乃木坂がどんどん成長していく過程をこのゲーム内でどんどんやっていくっていうものだと思うんですね。で、例えばステージ1の1位はスコア何点以上でライブを成功させようとか、そういったものがどん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 なっていくのかなと思います。なので、まあ場合によっては誰々を編成した状態で、クリアするとか、そういったものが出てくるんじゃないのかなと予想しております。はい、そちらがですね、このゲームの、プレイの仕方とかそういったものになってくると思います。で、今回、まあ、結構出ている情報をどんどんと紹介していこうと思うんですけども、まずはガチャの方から見ていきますか。はい、こちらとなっております。乃木フラゲーム紹介ガチャ編というふうなことでして、はい、もう公式ツイッターさんでは結構いろんな情報がもう出ているんですけども、乃木フラのガチャではですね、特別なスタイル、衣装ですね、まあ、ここで言いますと、これはさよならの意味かなの衣装とか、まあ、他にもいろんな楽曲の衣装だったりとか、例えば紅白出場衣装だったりとか、そういったものが出てきております。はい、まあ、それをガチャとして、ゲットできるっていう風な感じですね。なので今回のこのゲームの大まかのガチャの部分としては、メンバーをゲットするというよりかは衣装をゲットするっていう風なことに近いのかなと思います。で、ガチャでは特別なスタイル、かっこ衣装と完全取り下ろしのスチル、まあ写真って言ったら変ですけど、まあ表示される画像みたいなものがゲットできるっていう風な感じですね。まあ、これはスタイルをゲットしたらスチルもゲットできるっていう風な感じで、もうイコールで覚えておいていいのかなと思います。はい、そしてガチャに手に入れたスタイルは自由に変更できます。理想のメンバーとともに自分だけのライブを再現してみてくださいねということで、まあ本当に、簡単に言ってしまうと、例えばインフルエンサーっていう楽曲を、ライブで披露するっていう、ゲーム内でねライブで披露するっていう風な形になった時に、そうですね、まあインフルエンサーの衣装を着た方もいれば、帰り道は遠回りしたくなるの衣装を着てる人もいれば、さよならの意味の衣装を着てる方もいるみたいな、そういう風な感じでいろいろ自分でできるという風な感じがここから伺えるかなと思います。
はい、そしてですね、今回スタイルを入手いたしますとメンバーの取り下ろしボイスもついてくるというふうなところでして、ここも結構面白いかなと思います。なのでゲットしたら何度かかんとかですよとかそういったもので、ボイスが出てくるというふうな。そして乃木フラのガチャではメンバーピックアップも行いますよというふうなことをここでも、お知らせしてくれておりますというふうな感じで、以上がガチャ紹介となっております。まあ事前登録皆さんやっているかと思うんですけども、それもガチャチケットだって乃木石か乃木石かちょっと読み方わかんないんですけども、を、もらえるというふうな感じで、まあ、リセマラだとかそういったものができるのかなというふうな感じになっております。そして、こちら続いてスタイルですね、こちらの方を説明していこうかなと思います。はい、スタイルなんですけども、まあ、先ほど言った通りガチャではスタイルというものをゲットすることができます。で、乃木フラの中ではメンバーのプロデュース中にメンバー衣装を変更することができますよというふうな感じですね。まあ、なんだろう、他のゲームで言うと、例えばホーム画面で自分が見れるキャラクターを何人か選べたりとか、そのキャラクターが着てる衣装を選べたりっていうのがあったと思うんですけど、まあそれに近いような感じかなというふうな感じで思っておいてください。他のゲームで例えますと、ひなこえとかだったらバトル中に出てくる方の、ね、メンバーの皆様の衣装を変更したりとか、そういったものができると思うんですけど、まあそういったことができるっていうふうな感じで、思っていただければなと思っております。はい、でそしてスタイルはですね、ガチャ以外でもプロデュースを成功させると報酬としてスタイル交換チケットというものがゲットできるそうです。さまざまなスタイルを手に入れて楽曲やメンバーに最適なプロデュースを目指してくださいねというふうな感じであります。はい、ここで僕先ほど、まあ、例えばインフルエンサーの楽曲でいろんな衣装を着てっていうふうなことをあ僕は言ったと思うんですけど、まあそれをするとプロデュースが失敗するっていうふうな感じで捉えられますよね。なんで多分その楽曲とかメンバーに最適なプロデュース、最適解を導いてあげようっていうふうなことが、このゲームの元になってるのかなというふうな感じで思っております。まあ、さっきのはね、ほんと極端に言ったのであれなんですけど、本来ならまあ衣装を統一してあげるとかそういうのでポイントが高くなっていくんじゃないのかなと思います。そしてスタイルにはですね、ライブなどの歌い手や歴代制服衣装などさまざまな種類があります。普段のライブでは見ることができないので衣装だったりメンバーゆかりの衣装は必見ですというふうな感じでありまして、例えばこの今動画を止めているんですけど、秋元さんなんですけど、こんな感じで、これは4枚目のシングルかなの制服であったりだとか、これまあいいかという白石さんとのユニットの、楽曲の衣装があると思うんですけど、そちらも、ありますよっていう風な感じで、なので、まあ、ユニットの楽曲とかだったらそのユニットに参加しているメンバーだけの衣装がある、はい、といった感じで、今現在出ている情報をざっくりと説明した感じなんですけど、いかがでしょうか。まあ、結構もう、いろいろ説明したと思うんですけど、最終的にまとめるとこのゲーム自体はメンバーをプロデュースして、ライブを成功させようっていうのが根本的なゲームのシステムの目的です。でその中でメンバーの衣装のガチャだったりとか手に出る機会だったりとかそういったものがあると思います。で衣装の変更をしていろいろやっていくっていうのがあるんですけど、まあその1個のライブ1個の楽曲に対して、まあ、どの衣装で、そのライブに出すのかとかそういったものをいろいろ考えていくというゲームかなと個人的には思っております。でこのゲーム何をすればクリアなのかっていうのがちょっとわからないところもあると思うんですけど、今ちょうど僕がこの表示しているこのツイートはですね、多分なんですけどゲームのプレイ画面中のものになると思います。でまあスコアであったりとか、あとはアピールゲージだったりだとか、でどのぐらいの報酬がもらえるのかっていうのは結構あると思うんですけども、まあこういったものでどんどんこなしていってやっていくとか、そういう風なものだと思います。まあ例えばスコア何点以上でクリアとか、そういったものが、このゲームの基本的なクリアの目的になっていくのかなと思います。はい、ということでね、以上で乃木坂的フラクタル、通称乃木フラの、説明は終わりとなっております。まあ、このゲームですね、株式会社グミさんという、会社様が、システムなどをいろいろやってらっしゃるんですけど、グミさんがですね、ザンビザゲーム乙女神楽というゲームを以前、出しておりまして、まあ、僕もそれは動画でね何度もやらせていただいたんですけども、結構 3D の技術もうメンバーのあのモデリングって言ったら変かもしれないんですけども、そのモデルも結構綺麗でしたし、衣装も乃木坂ってめちゃくちゃあるじゃないですか。めちゃくちゃあると思うんですけど、それを一個一個丁寧に再現してくださっているので、このゲーム本当に力が入っていてすごいなというふうな感じで思っております。もうちょっとリリースが楽しみですよね。はい、ということでリリース予定されているのは、この動画の冒頭でもお話しした通り、8月の12日というふうな感じになっております。なので皆様お楽しみにというふうな感じですね。ちょっとね、僕ももう結構事前予約とか事前登録とかその他もろもろはもうやっているんですけども、ちょっともう結構楽しみだなと思っております。まあこの
乃木フラがですね、配信がダメですよとかそういったものにならない限りは、なんだろう、配信がダメっていうのはあれですね、もうゲーム内の表記で配信とか動画投稿は NG ですっていう風な、なんだっけ、ユニゾンエアとか、乃木坂46リズムフェスティバル、乃木フェスかとかでも、そういう風な表記があったんで、その2つとかは僕動画投稿とか配信とか一切やっていないんですけど、その表記がなかったらできればやろうかなという風な感じで思っております。自分の中でこれはちょっとダメかな、これはちょっと大丈夫かなっていうのを結構もう見定めて、もし動画投稿をねするとするならばやっていこうかなと思っておりますので、ちょっと皆様お楽しみにという風な感じです。はい、ということで、以上で終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。